はい、どうもなぎです。今日は2月3日、節分なんですけども、節分といえば、豆まきじゃないですか。節分が何なのかわからない人のために少し説明をしようと思います。節分とは、節分の一つで、各季節の始まりの日、立春、立夏、立秋、立冬の前日のこと、節分とは季節を分けることも意味している。江戸時代以降は特に立春の前日を表す。はい、そういうことで、今日は節分なんですけど、豆をまいていこうかなと思います。ちなみに、年男って言って、僕イノシシ年で、今年イノシシ年じゃないですか。同じ年のことを年男って言うんだけど、今年年男なので遠慮なく豆を投げていきたいなと思います。やっていきましょう。鬼や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 鬼鬼鬼鬼鬼鬼鬼は外。よし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 。危ない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 。来るか、来たうわー、鬼は外置いてっちゃった、置いてっちゃったよ、鬼は外かわいそう、なんかかわいそうになってくるんだよこれ見てると。はっはっ、おー切れよう。はっ、あーあはっ、あはっ、鬼。ちなみに自分のイカなんですけども、昨日2月2日でツインテールの日らしいので、イカちゃんツインテールにしてます。ヒレオ、ヒレオ仲良くしよう、ヒレオ仲良くしてくれるのか、ヒレオ、ヒレオヒレオー、鬼は外ボム火積んでるのでめちゃくちゃ長いです。ほらヒレオめっちゃ追いかけてくる、ヒレオめっちゃ追いかけてくる、うわヒレオやめてー、危ねー、鬼は外、鬼は外、うわぁ、いけぇ、ヒレオ来た、ヒレオ、やばい、ヒレオ来た、ヒレオ来た、ヒレオ来た、逃げろ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 、切れてるぞあの鬼、怒ってるぞ、怒ってる、これで来れないようにする、来てる、よいしょ、あーヒレオヒレオやばい、逃げろ、ここならヒレオ来れないべ、ここは大丈夫だべ、え、あ、ちょっと待って、やばい、うわ危ない危ない、死ぬ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 、鬼は外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 、よっしゃよっしゃよっしゃ、危ねえ。服は内どうした、服は内どこ行った、服どこにいるの、俺の服、危ない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 、こっちだよ、こっちです、ヒレオ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 、あ、当たるぞとか、危ない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 よ、危ない、ヒレオ危ない、ヒレオヒレオ、なんだそれ、ヒレオなんなんだそれは、わーい、ヒレオヒレオ、あーやばい、ヒレオ、やばい、ヒレオ、ヒレオ俺死ぬ、殺さないでヒレオ、ヒレオ頼む頼む、もう逃げ場ないんだ、やめてくれヒレオ、ヒレオ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 、あー